はい、どうも、ダレス。ブロンクスボタニックガーデンやってまいりました。というところでね、まあ、平日にもかかわらず、結構ね、あの人多いよっていうところで、まあ、1年越し、ちょうどね、コロナの、最中、昨年の5月だったかな、一応予定はしていたんですけれども、草間弥生さん、の、展示ということで、まあ、野外と。一応僕はこの、ライブラリーも、チケットを購入したので、先にライブラリーの方を見て、後ほどね、ガーデンの方に行ってみようかなとね思います。まあ言わずとしてっていう言い方もおかしいですけれども、1957年か昭和32年とかそれぐらいかな、ニューヨーク、渡米して、アート活動をというところでね、もう本当に前衛 の、 あの女王と呼ばれてたような、あの非常にあのその時代をね作っていくようなね、あの、まあ、アーティストでもあったっていうのがね、まず一つ。そこからね、あのしばらくアメリカ、ニューヨークでの、ね、活動はあったんですけれども、ちょっと体を、ね、壊して、まあ、日本に戻りと、そこからしばらくあまり表舞台に立つような形は確かなかったとね記憶してます。一応僕もグラフィックだったりとかアートで、あとニューヨークに来てるっていうこともあってね、あの草間彌生さんはあの非常に、ね、尊敬しているところでもねある一人のアーティストでっていうことでもねあります。まあまあそんなところで、その後に、まあ、日本では香川県の直島だったりとかね、あのかぼちゃ の、 あの水玉のっていうようなところで、あの非常にちょっとね取り出さされたりとか、まあ、2000年、手前1996年7年だったかな、あたりぐらい、まあ、2000年またにかけてのところで、まあ、2000年のねあの時代のところは非常に、各で、ね、至る賞を、取ったりして、まあ、皆さんには馴染みのねちょっとかぼちゃ水玉っていうとね非常に分かりやすいかと思うんですけれども、まあまあそんなところで、まあ、直島が一番なんとなく皆さんのね見たイメージ強いかもしれないですよねっていうようなところで、まあ、ニューヨークここ最近でも 2,3 年の間の中では、まあ、ルイ・ヴィトンのあのショーウィンドウのコラボがあったりとかね、あとは2年前かな、デビッド・ベイザーとかのねギャラリーでも、10年ぐらい前にも、ですし、まあ、2年前にもね相当寒い中人並んでて、僕も2時間弱ぐらい待ったようなね、記憶がねちょっとあります。あとは42丁目にね、スケロップチャーがコンドミニアムの前に置かれていたりとか、そういうのもねあったりしますね。あとは僕も日本帰ると京都とか行くんですが、美術館があったりとかねしておりますよね。というようなところで中入ってみましょう。はい、というところで、ワンダーニューヨークでは、まあ、様々な、ね、角度で、まあ、ニューヨークの、まあ、最新情報であったりとか、まあ、観光もしっかり、まあ、歴史背景などを、解説しております。過去 の、ね、あの投稿したやつでも、あの様々な、ね、あのニューヨークの、歴史背景だったりとか、コロナ禍の、ね、ニューヨークの様子だったりとかお伝えしていますので、そのあたりも、ね、まあ、皆さんご覧いただければと思っております。というようなところで、まあ、これからもねどんどんあのニューヨークの、情報であったりとか、ニューヨークのなんとなくのね動きを見ると、時代の流れなんかもね、よく、分かり得るかななんともね思ってます。というようなところで、ご興味ありましたら登録の方もよろしくお願いいたしますということにしていきましょうか。それでは行ってみましょう。穴開けてここに刺して乗ってますよっていうやつですね。な感じの距離感です、というところでね、まあ、これ駅降りたら、すぐにねガーデンが向こう側にねちょっと見えてますかね。じゃあはい、こっから降りましょう。そういうことだね。でも非常にこのね取り出す
されている、草間弥生、というところで、 あとちょっと前に、I Love Me っていうあのドキュメントのね、まあまあ映画というかがねフィルムがねありましたよね。まあまあそれも非常に、なんとなく前景を見る上ではねあの面白かった、まあフィルム映画でもありますというようなところで、まあとりあえずねちょっとここ中入ってみましょう。はい、というところでね、今まあギャラリーというかね、ライブラリーに行って、中はね、あの写真撮影は一応禁止されてたので、ただまあ、日本から出てくる前、まあ、当初のね、作品だったりとか、ちょうどニューヨークに入ってきた頃ですよね。それとまあ2010年、現在に至るところまでの非常に凝縮された、みんなこの、あのやっぱりこのリトとかが多いんですけど、あの展示されるところってねもう全部原画でしたよね。なので、個人所有のものと、あとはプライベートのね、何か所有しているものとっていうのがね、全部で25点ぐらいかな、展示されておりました。まあまあ、とりあえずこれね、まあ、入り口来ました。まあね、もうガーデンからね、見て終わった来る人と、今からね向かう人もちょっと入り乱れの、まあ、入り口のところにとりあえずねもう、くすま弥生カラーがねドドーンと出ておりますというような感じです。とりあえず、このステッカーを、フロアでもドアでも、どこでもとりあえず貼れということなんですね。そうすると、まあ、あの最終的にいろんな人たちがね、ここに訪れた人の数だけ、この花で満たされるっていうようなことになるかなということですよね。というようなところで、まあ、とりあえず一周回ってどこに貼るかを決めてみようかなとは思いますけれども、こんな感じでございました。こういうことですね。写真に収めようかなってね考えていますよ。とりあえず、こういう前景なので、一回あそこなんか行ってみようかな。とりあえずThank you.
ところで、非常に中暑いです、熱帯夜みたいなそんな感じ、熱帯夜だったんだっけ、という感じでちょっとね一周ここぐるっと回るわけ、さあ回ってみてみましょう。はい、というところで、ニューヨークブロンクスから、草間弥生、お届けしました、というようなところでね、まあ、ワンダーニューヨーク、ニューヨークの、ね、最新の情報であったり、お届けできたらかなと、ね、思っております、まあまあ過去ね、投稿しているやつもね、多々あるので、まあ、そちらの方も、
ご興味ありましたら、ご覧いただければかなと思っております。今現在のニューヨークであったりとか、まあ、情報であったりとかね、そういったものを見ることによって、まあ、あのいろいろな、まあ、時代の流れであったりとかね、世界の情勢であったりとかね、まあ、まあ参考になることもね、多分あの多々あるかなともね思ってます。というようなところで、これからねまた、ますますどんどん新しい情報をね皆さんにお届けできたらかなとも思ってますので、登録の方よろしくお願いいたしますというところにねしておきましょうか。登録よろしくお願いします。というようなところで、また次回ねお会いできるのを楽しみにしております。それではまた。